私はアメリカの田舎で育ったもので、映画館のない町だったんですね。それで15歳ぐらいまでは、映画館で6本の映画を見てるか見てないかっていう感じでした。映画を見るのが日本に来てから見るようになったんですね。そして今日本映画アジア映画を専門にして大学で教えてるんですが、それは大学院の頃から映画を研究の対象にするのを決意しました。私は日本語を海外で勉強せずに日本に来たんですね。それは最初、高校2年の時に、名古屋にある愛知高校っていう仏教の私立の高校に留学生として1年間留学、の経験を持って、それで日本語にすごく、勉強し始めて日本語に興味を持ち始めたんですね。アメリカに戻ってから少しずつ日本語の単語を増やしたり、文法も勉強したり、大学の授業 も受けたので、だんだん、日本語を読めるようになったんですね。そして大学2年生の時にまた日本に戻って、その東京にある、上智大学の日本語研究室で、2年間、日本語を、毎日朝から、午後遅くまで勉強してて、普通に本は読めるようになったんですが、大学院の頃、東京大学にある表彰文化論というところで、非常に難しい論文たくさん読まされ、自分の でも論文を書かされたので、それで日本語を磨く機会はたくさん与えられました。最近日本人の中ですごく英語が上手な、英語が得意な人はたくさん、いるようになったんですが、まだちょっと、直してほしいというか、もう少し勉強してほしいところがあります。私にとっては日本人のその英語の書き方、には、ちょっと良くない方向は2つあります。1つが英語が非常に文法など分かっている人で、非常に単語数もたくさん増してて、すごく多分英語はもう簡単にもうスラスラと読める人だと思うんですけど、その人たちが英語を書くと非常に複雑で読みにくい文ができますね。書いて、もっとスムーズにスマートに自分の気持ちを優先して、何を伝えたい、何が伝わればいいっていうところからスタートした方がいいと思います。あともう一つの方向ですね。これが非常に英会話の上手な人で、特に海外で留学経験あったり、帰国子女の中でもこういう傾向もありますけど、英語の会話をそのまま文字にするっていう、間違った書き方ですね。英語にはそういう会話の言葉、あと書き言葉っていうはっきりした違いがありますので、できるだけ、英語がどんなに上手に喋ってもその文字で、文字になった英語をもう少し勉強してほしいと思います。英語を磨くにはさまざまな方法も学校もあると思いますが、この JBTA というのが、映画映像などを愛する人のため の特別な英語の磨き方ができると思います。これが映像の本質を見るだけじゃなくて、それを理解した上で、その素晴らしさ、またはその難しさをどういうふうに言葉で表現するというのを、非常に実践的に勉強するところだと思います。ぜひその映画を、映像などを、アニメーションなどを愛する人が、それを海外的な環境で英語が使いたいなら、ぜひ一度来て勉強してみませんか。